ゴジラシリーズ新ゴジラ、新ゴジラは2016年7月29日公開の特撮映画。総監督、脚本を安野秀明が監督、特技監督は樋口慎嗣が手掛けた。東方制作のゴジラシリーズの第29作であり、ゴジラファイナルウォーズ以来約12年ぶりの日本制作のゴジラ映画である。キャッチコピーは現実対虚構。 東方株式会社の単独出資によって制作された空想特撮映画である王子のファミリー子供向け路線から一転し政治職を全面に出した群像劇巨大不明生物の出現をきっかけとして国一国と進行する危機的な大規模災害事象に対し日本国政府をはじめとして様々な国家機関に携わる者たちがおののの人を全うし 政治的配慮、思惑が錯綜する最中にて、問題解決の糸口を模索する様子が描かれる。セリフの大半は、各分野で用いられる、慣例上の職務口調を含む、大量の専門用語で構成されるほか、頻繁な明朝体テロップの挿入による、場面説明が蓄一行われる。登場人物の背景や感情が絡む、人間模様、 ゴジラに対抗しうる頂上の存在や化学兵器といった部分は大幅省略されたことに加え暴力や死の直接描写が排されているため全年齢で感激が可能な作品となっている従来の日本国内で制作されたシリーズ作品は世界観をリセットしても1954年の第1作でゴジラが日本に上陸した設定は踏襲され劇中で 日本国民にゴジラの存在が認知されていたが、本作は第一作を含む過去のどの作品とも繋がっていない独立した世界観となっており、劇中世界では怪獣という概念や文言が存在せず、日本国政府が初めて巨大不明生物の出現に直面するという設定になっている。安野秀明、竹野内豊、長谷川博美、石原さとみ。 高ー健吾樋口真嗣、尾上勝郎、市川・美香子、大杉・さざナミ、塚本・真也、松尾・悟トキャストは328名である。なお、公式リリースでのキャストの人数は、総勢328名としている。役名がある、主要人物については、1、2名について、親や祖母に関してわずかに触れられるかは、配偶者、子供、 恋人の有無など私生活設定への言及は一切ない。家族が描かれるのはむしろ現れて一瞬で倒壊に巻き込まれるような人々だけである。正式名は巨大不明生物特設災害対策本部。泉周一の力を借りて矢口乱動が設立した巨大不明生物に対応する組織である。なお、ゴジラ映画に 造形の深いことでも知られる俳優の佐野史郎は2016年10月8日に北海道立近代美術館で開催中だったゴジラ展のトークショーで本作についても触れており本作への出演に備えてスケジュールを開けていたが依頼が来なかったことを明かしている防衛省自衛隊の協力を受け実物も多く登場するが一部のシーンを除き多くが CG または 防成による映像。また、16式機動戦闘車など、公開時点では、未配備の装備もある。米軍の兵器は、米軍の協力を受けていないため、米軍施設外から撮影したもの、CG、政府広報の天才である。2014年公開の、ゴジラゴジラの世界的な大ヒットを受け、日本製、ゴジラの製作が決定した。総監督、脚本には、安野秀明、 監督、特技監督には、樋口真嗣がそれぞれ起用された。当初、安野はオファーを誇示していたが、東方の誠意と樋口の説得を受けて、一度きりの挑戦として承諾した。東方特撮映画での総監督のクレジットは、さよならジュピターの小松左京以来だが、監修的な立場で、演出の大部分を監督の橋本浩二に一任していた小松と異なり、 アンのはほぼ現場に張り付いて演出作業にも携わった。なお、東方からは近隣諸国の国際情勢については劇中での名言を避けてほしいという要望と皇室に関しては一切触れてはならないという言命の二つを受けたという。日本のゴジラシリーズでは初となるフル CG で制作されるゴジラのデザインには巨神兵東京に玄る劇場版などで ひな型模型を手掛けた、竹谷隆之が起用された。樋口から依頼を受けた際には詳細は知らされず、背びれのある怪獣とだけ伝えられていたという。デザインの詳細は、前田正宏のコンセプトスケッチをもとに、安野、樋口竹谷、小野江郎が打ち合わせを行い、安野は本作における、ゴジラのコンセプトを、完全生物と定め、題名に、神神神など、 複数の意味を含ませた作名、シンゴジラと命名した。登場人物の名前は、庵野秀ヒデキの妻で、漫画家の庵野も、横の作品や、白い巨頭など10作以上から。また、名付けのルールとしては、大きく5つある模様。プロデューサーの佐藤義弘は、本作のセリフについて、完成した映画でファンタジーなのはゴジラだけというくらい、突き詰めていますと述べている。ア野は、 脚本の執筆段階から防衛省、自衛隊に協力を依頼し、実際にゴジラが現れた場合、自衛隊はどのように対処するのか、ゴジラに対して武器の使用が認められるのかなどミーティングを繰り返し、行い、事実に即した脚本に仕上げていったという。劇中ではゴジラが巨大不明生物と呼称されているが、これはミーティングに出席した官僚の発言に由来している。また、 戦車による攻撃シーンの参考にするため、富士総合火力演習の撮影をしている。この他に、首相官邸や自衛隊基地をロケハンしているが、官邸職員から、そのまま再現するのはやめてほしいと言われたり、作戦本部などはそもそも撮影が許可されなかった。音楽には、安野が監督を務めた、不思議の海のナディア、新世紀エヴァンゲリオンで音楽を担当した。 サギス史郎が起用された。サギスによると、2015年1月1日に、アンノ夫妻との食事の席で参加を依頼されたという。劇中では、エヴァンゲリオンの音楽が使用された他に、イ・フクベ・アキラの音楽も使用されている。アンノは、脚本執筆の段階で、イ・フクベ音楽を使用することを決めており、オリジナルのモノラル音源が使用された。なお、 イフクベの曲は当初オリジナル録音版の上に当時の演奏を可能な限り再現編集したステレオ再録版を被せた疑似ステレオ音源を使用する予定だったが直前になってアンノの判断でオリジナル音源をそのまま使用することになったボッツになった疑似ステレオ音源はシンゴジラ音楽集に収録されている俳優の役作りについてはミーティングの際に政治家や 官僚の会話を録音して俳優に聞かせた上で、早口で普段は使わない専門用語の多い言葉を流暢にかつ説得力を持って喋る政治家や官僚のイメージを作るようにしたという。また、東日本大震災の発生当時に官房長官秘書官だった井上博士が官邸の雰囲気などをレクチャーしたほか、会議の撮影時に現場で 総理入室時の規律と着席のタイミングなどを演技指導した。ゴジラのモーションキャプチャーを担当したのは狂言師の野村万歳である。このことは公開当日まで伏せられており、公開初日の7月29日に329人目のキャストとして公表された。野村は日本の映画界が誇るゴジラという生物の DNA に私が継承しております。 650年以上の歴史を持つ狂言の DNA が入ったということで非常に嬉しく思っておりますとコメントしている。使用カメラはハリウッドでも採用されるような映画向けハイエンドカメラから iPhone までが使用された。全国上映される規模の日本映画でランクの違うカメラがこれだけ混在し、それを編集するためにインディペンデント映画などで使用されることの多い。 アドビプレミアが使われたというのは国内では珍しい。アリー、アレクサイクススタジオ、ザイスマスタープライムシリーズ、アンジェニューアプテモレンジズ、レッドエピック、ザイスマスタープライムシリーズ、アンジェニューアプテモレンジズ、キャノン XC10、g o プロヒーロー4ブラックエディション、iPhone6S プラス。上日のように、編集作業は通常の日本映画でしばしば使用される。 業界標準とも言うべき、アビットメディアコンポーザーシステムではなく、どちらかというと小規模な映像作品で使われることの多いアドビプレミアプロ c c が使われた。これは、アビットとプリーマイ e では映像素材をソフト内部で取り扱う方法が異なるためで、一言で言うと、堅牢で厳格な設計のアビットと比較し、プレミアでは様々な映像素材をミックスした。 フレキシブルな編集が軽快にでき、レンダリングなしでも再生できる、やんちゃな設計が利用できることと、複数での同時作業を組むシステム構築が容易であったためだという。また編集の際、マルチアングルの撮影素材の全静止画サムネイルを A4 に印刷して採用カットを決めていくなど、これまでの映画制作の常識では考えられない、独自の方法にて仕上げられていった。 日比谷ゴジラスクエアのゴジラ像の側に設置されたプレート2016年8月1日に発表された公開1週間目の映画観客動員ランキングでは約41万人の動員で第1位を獲得し、工業収入は約6億2500万円を記録した。8月8日の工業通信社発表によると、公開2週目で2週連続1位となる累計動員。 約145万人、累計講習は約21.5億円となった。8月14日に累計動員約231万人、累計講習約33.8億円となって2014年夏に公開されたハリウッド版ゴジラゴジラの最終講習約32億円を上回った。その後、 公開5週目を迎えた7月29日から8月28日までの公開1ヶ月で累計動員360万人、累計講習53億円を突破2016年公開の邦画実写映画1位を獲得した。さらに9月6日までで累計動員約421万人、累計講習約61.3億円に達し、1992年公開の 第19作、ゴジラ VS、モスラの累計動員約420万人を突破して平成シリーズ以降で最高の動員数となった。公開7週目でベスト3圏外となったが、累計成績は動員約451万人、公衆約65.7億円を記録した。その後もロングランとなって着実に記録を伸ばし、 公開から111日となる11月16日には、累計動員が約551万人、累計講習は80億円の大台を突破。最終工業収入は82.5億円となった。なお、これはゴジラシリーズとしては最大の国内講習でもある。8月15日には、発生可能上映が新宿バルト9で行われ、青い炎などで知られる。 漫画家、島本和彦が出席、さらにこの日は、安野総監督もサプライズ登壇した。また、8月24日には、女性限定での上映イベント、女性限定鑑賞会議が前述の、発生可能上映同様の上映として開催され、出演した、市川美香子、松尾悟、塚本真也、片桐入りが劇中衣装で登壇した。なお、 同イベントのチケットは販売開始3分で売り切れるほどの人気となった。このほか公開日から8月10日まで行われた IMAX 上映も映画のヒットを受ける形で8月25日から9月9日まで再上映するほか、東方シネマズ新宿では8月26日に本作とアンノが監督を務めたエヴァンゲリオン新劇場版、ジエヴァンゲリオン新劇場版は、 巨神兵東京にゲンワルの3作品を一挙上映するゴジラエヴァ巨神兵神チャンピオン祭りを実施、旧日本劇場時代からゴジラシリーズを上映してきた東方シネマス日劇でも9月2日から15日までの大ヒット記念上映を行う。9月15日の19時30分の回から発生可能上映が北海道から福岡まで日本全国26の劇場で 上映開催された。東方シネマズ新宿では、安野秀明総監督をはじめ、市川美香子、松尾悟る、高橋一生と、さらに、サプライズゲストとして、長谷川博美が登壇した、舞台挨拶を開催。その模様が全劇場に生中継されたほか、ユナイテッドシネマ札幌では、同劇場のみの企画として、島本和彦と SF 作家の笹本雄一が、登壇し、 新宿と札幌の舞台挨拶のネット配信も行われた。日本国外の公開は台湾で2016年8月12日に行われた。ほか、シンガポールで16日、フィリピンで24日、香港で25日、太陽国で9月8日にそれぞれ劇場公開された。アメリカでは10月3日にはロサンゼルス、10月5日にはニューヨークでプレミア上映が行われ。 10月11日から18日にかけて全米440巻以上で上映された。アメリカでの公開初日は全米工業収入ランキングで10位に食い込む快挙となった。アメリカとカナダでは上映を延長し10月22日に200巻で追加上映され、数巻では10月27日まで毎日上映された。 アメリカでの工業成績は約150万ドルとなった。オーストラリア、ニュージーランド、韓国でも公開された。2016年11月、シンゴジラが2016ユーキャンシンゴ、流行語大賞にノミネートされた。2020年、新型コロナウイルスの影響で全国の映画館が軒並み休業。映画館の営業が再開した、都道府県では新作の上映ができず、 本作のリバイバル工業が行われた。その結果、2020年5月16日から2020年5月17日の週末動員ランキングで6位にランクインした。これは2016年10月11日発表のランキング以来、実に3年7ヶ月ぶりのトップ10位となる。6点トマトズには44件の批評家レビューがあり、平均値は6.8点。 支持率は84%で、サーティファイドフレッシュ印を受けている。このうち著名なトップクリティックスによるレビューは8件、あり、平均値は6.7点、支持率は75%となっている。メタクレティックには12件の批評家レビューがあり、平均値は68点となっている。映画評論家の樋口直文も3.11以後の、第二の戦後を経た後の、 はっきりとしたメッセージのある、娯楽映画と評した。映画批評家の前田祐一も、登場人物というよりは、登場人物、軍、人間ドラマではなく、人間、軍ドラマがあり、子ではなく、塊で事態を打開する、日本人の本質を言い当てている。ゴジラ一作目が持っていた、反骨精神や、時代の本質を見通す目を感じられる。と述べ、 2016年にふさわしい新ゴジラであると絶賛した。漫画家の小林義則は官僚 VS ゴジラの構図が感情を移入できないゴジラの心理的な怖さを感じないと酷評した。一方で小林と同じ漫画家で庵野監督と親交のある島本和彦も初日一番上映終了後に自分よりはるかに面白いものを作ったと敗北宣言をつぶやいている。 政治家の江田野幸男は映画鑑賞後の取材でいろいろな意味で非常に研究をされていて良い作品だなとかなり引き込まれながら見ましたと感想を述べた。政治家の石場茂元防衛大臣は自身のブログで映画的演出を認めながらもゴジラの襲来に対して自衛隊に防衛出動が加齢されるのではなく外獣駆除として災害派遣で対処するのが法的には妥当と語った。 ジャーナリストの田原総一郎も三点一一の福島原発事故が発想の根源になっているとし、政治家や官僚たちの描写にリアリティがあり、縦割りの官僚制度や大臣の欠陥がよく出ていると評した。東京スポーツ映画大賞審査委員長の B と、たけしは金正夫の暗殺とか九点一一とか、現実の方がリアルになっている時代の中で見事な演出だなぁと。 特に、アナログと CG のバランスが良かったし、ゴジラよりもっと大きくして、観客を楽しませたねと褒めちぎった。キングコング、ドクロ島の巨神の監督ジョーダン・ボート・ロバーツは、今までのゴジラシリーズとは違う特別な作品を作るという試みに共感したという。また、日本的な役人体制の愚かさ、思い通りに動いてくれない政府へのフラストレーション、現代に渦巻く怒りが、 テーマにされており、怪獣映画なのに、実際の状況が思い浮かぶと絶賛した。牛尾正人元自衛官は徹底した取材に基づいた自衛隊の描写について、少なくとも自衛隊に関する限り、日本映画史上最高のリアリティと断じて間違いない。と評している。イギリスの俳優、サイモン・ペックは、来日の際に飛行機の中で見たという本作について、素晴らしい映画、 日本がゴジラを取り戻したように感じた。アメリカ版のゴジラ2作が、どのように文化の登用だったのかということを理解した、新ゴジラは、とても頭がいい映画、本当にもう一度見たいと語った。第90回キネマ巡放ベスト10での第2位選出は、ゴジラ作品としては、史上初、怪獣映画としては、本作同様に樋口が、 特技監督を務めた、ガメラ大怪獣空中決戦以来21年ぶり2作目の、ベスト10入りとなる。渋谷パルコの壁面オブジェスターフライヤーシン、ゴジラジェット、新宿ウィーバス、ゴジラバス、新宿ウィーバス、歌舞伎町ルートの行き先表示リコン週間 BD ランキングで、新ゴジラのブルーレイディスク作品、新ゴジラブルーレイ特別版と、新ゴジラブルーレイが、 初週売り上げ8.2万枚、5.5万枚で、総合 BD1 位、2位を獲得した。同一作品による、総合 BD1 位、2位独占は、邦画作品としては、今作が、史上初となる。オリコン週間 BD ランキングで、シンゴジラブルーレイ特別版が、累積売り上げ枚数を10.0万枚とし、邦画 BD 作品史上初の累積売り上げ10万枚、 突破作品となった。スタヤレンタル DVD ランキングで2017年3月20日から26日、3月27日から4月2日と2週連続レンタル DVD ランキング主位を獲得した。4月3日から9日のレンタル DVD 週間ランキングも主位を獲得し、3週連続主位となった。四月十日から十六日のレンタル、 DVD 週間ランキングでは2位となった。映像配信サービス、ツタヤ TV による2017年上半期視聴ランキングでは、総合2位、方が1位という結果であった。ありがとうございます。